くそ、昨日のあれは一体何だったんだ。学校でもからかわれて結局聞き出せなかった。高木さん、昨日のあれ何だったの。西方ってさ、みなちゃんたちのことはどう思ってるの。スルーされた。だが今日は負けないぞ。それより昨日の話、西方が答えてくれたら教えてあげる。仕方ない。そうだね、日比野さんはいつも元気で明るいよね。天川さんは院長らしく真面目でしっかり者だし、月本さんはさすが陸上部だけあって男子よりも走るの早くてすごいなと思うよ。どうだ高木さん、当たり障りなく答えてやったぞ。これではからかえまい。なるほどね。俺答えたんだから高木さんも答えてよ。昨日のはなんて言ったの。またなんか送られてきた。え、音が入ってないよ高木さん。答えも教えてくれないし約束が違うじゃないか。ちゃんと答えてるよ。土日の間考えてみて。くそー、一体なんて言ってるんだー。